おはようございます。2013年9月2日月曜日6時5分になりました。おはようございます。9月に入りました。今日から、新たな1週間スタートというとこで、9月第4四半期ですね。第4四半期じゃないのか。ね、勘違いしてましたね。第4四半期は10月からですよね。さて、それはさておき、なんかもうね、天候、ちょっとかなり涼しくなってきたんですけども、とはいえ、関東の方はまた猛暑になったりとか、で、九州か日本海側の方とかね、すごい雨になってます。東北の方とかな、なんかもう、みたいですけども、さて、いかがでしょうか。今日は日経 IT プロからまた見ていきたいと思います。ですね、ピックアップするのはこちら。利用者心理に訴え入力を促す、ということで、何のこっちゃこれはっていうことなんですけれども、ですね、社内業務にですね、まあ、例えば営業の報告とかってありますよね。で、それをこうシステム化して、で、社内の、まあ、例えばグループウェアみたいなものでその営業の報告とかをこう出せるようにするというのはあるんですけれども、ただあまりこうね、どこの会社でもそうなんですけど、使われにくい傾向にあるんですね。で、その日報を出すだけでもですね、まあ、なかなか結構めんどくさいとかいうのもあったりとかですね。で、それと、まあ、ここに書いてある事例なんかでも、そのいろいろ書いたはいいけども、結局ですね、例えば営業で、その日に例えば5社回りましたと。で、5社回ったのを報告するんですけども、ただどれもこれもいまいちかなみたいな感じになってると、最終的に契約につながるのがない。で、となるとですね、営業さんなんか特にその結果を見られることが多いんで、成約率とかがやっぱり問題にされたりしますよね。まあ、そうすると5件行ったのに結局制約しないゼロってなるとですね、契約率はゼロってことになるわけですよね。で、それであれば報告しないで5件を例えば3件だけしか報告しないと。で、そうやってちょっとでもこう契約率を高めないといけないみたいなね、変な心理が働いて報告しないとかね、そういうことがこう来てくる可能性があるんですよ。で、そんなことをこうやりだすと、何のためのシステムかがどんどん分からなくなっちゃうと。で、その辺をですね、まあ、利用者心理っていうことなんですけど、まあ、ゲーミフィケーションって言われるそのゲーム要素を入れてこうじゃないかということをですね、ここでは言ってるんですね。で、まあ、ここのね、これはどうかなと思うんですけど、このアバターみたいなのを取り入れてこうやるっていうのは、まあ、これはちょっとゲーミフィケーションっていうのかなっていうのは、これは私はどうも逆にうざっていう感じがするんですけども、まあ、これでね、営業さんがもっといっぱいこう書いてくれるなんていうのはあんま思わないんですけどね。それよりも、そのもう一個のこう例として書いてある入力、要は入力するのが面倒だったり、その達成感がない、褒められないみたいなね、こういうもの、どっちかっていうと怒られる材料に使われたりすると、だったら書かない方がいいかみたいになっちゃうよりも、まあ、ここに書いてあるのはそのポイントとかね、ランキングがこう分かりやすくすると、これね、結構大きいんですね。ゲーミフィケーションの基本なんですけれども、それやっぱり他の人とすぐに比べやすい、数値化して比較しやすい、で、毎日のその点数が増えていくとか、ポイントが増えていくみたいな、ランキング上がるみたいな、その日のその達成感みたいなものね、そういうことを刺激するっていうのは実はすごく重要で、まあ、いろいろやってると思うんですよ。その営業なんかでね、その例えば、半期で、6ヶ月の間でトップになれば、その特別ボーナスみたいなのがあったりとか、なんかね、あるいはその
部長から特別にこうなんか、もらえるとかなんかいろいろ設定してると思うんですよ。だけどそれは大きすぎてですね、6ヶ月の結果を待たなきゃいけない。それだけこうね、モチベーション維持するって結構大変なので、その日々ちょっとしたちっちゃなステップでいいんで、その達成感を味わえる。で、分かりやすいのがそういうポイントとかランキングみたいなのとかね、そういうのとか、まあここに書いてあるそのいいねボタンみたいなものですよね。こういう要素を取り入れるのがゲーミフィケーションとしてやっぱりすごく大きいと思うんですね。こっちのね、キャラクターとかいうのはあんま私はどうなのかなっていうのはちょっと疑問に思うんですけど、だんだん使ってるうちにうざったくなるっていうかね、よっぽどこれはね、キャラクターは注意深く設計しないと逆にうざったい方の方が強くなるので、かなりですね、キャラクター設定は難しい。単に可愛いなんかアイコンつければいいとか、そういうアバターをつければいいとか、そんな問題ではないので、ちょっとねここはね非常に難しいと思ってます。それよりもやっぱりポイントとかランキングとかってこう日々ちょっとずつ自分がステップアップしてるとか、そういう要素がですね、分かるのがやっぱ大きいと思うんですね。それをどう見えるようにするかっていう、そこがこのゲーミフィケーションの私は溝というか肝というかであって、それをいかにこう取り入れれるかどうかにかかってるんじゃないかなと思うんですね。だからその味気ない社内業務にいかにその、ね、トップが決断してやれってこう号令かけてもですね、なかなか実際使われないシステムになっていくものってやっぱ多いんですよ。それをですね、いかにこう使ってもらえるものにするというところは、こういうその日々、そこにこうね入力してやっていくことによって、どれだけこうね、なんていうのかな、自分のその達成感というか、そういうのをこう満足できるか、そういうところがですね、ポイントになると思います。さて、そんなところで、6時13分になりました。ゲーミフィケーションね、いろんなものに応用できるんで、単に個人向けのサービスだけではなく、こういうね社内の業務とかそんなものにもこうね、使っていける。で、特にこれからそのゲームとかそういうのに慣れ親しんだ人たちがどんどんこう社会に出てくるというか、もう出てきてるんで、そういう人たちの心理状態とか、その座ってきた環境はやっぱ大きいので、そこの中で何をね、楽しみというかに反応するのかっていうのをやっぱしっかり捕まえて、こういうものを作っていかないといけないと、そんな気がします。さて、そんなところでもう6時13分になりました。今日は1週間のスタート、9月、いよいよ9月になりましたということで、頑張っていきましょうということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。